この辺りにはローマ時代に岩塩を掘った坑道が残っているんです。そこに爆薬を仕掛け爆破しました。この場所ではあの子は魔法が使えないただの少女なのだぞ。どうした？俺、イゼッタさんのすごい秘密を知っちゃったかもしれないです。何？おはようございます、イゼッタ様。そろそろ朝食のお時間です。もうそんな時間？またこんなところで働かれて。お風呂を用意いたします。早く湯あみしてお着替えになってください。はい。おとといは厨房に潜り込み、昨日はリネンの洗濯、今日は草むしりか。本当に働き者なのだな、そなたは。だってお日様が昇るとどうしても目が覚めちゃいますし、体を動かしてないとなんかその申し訳ないっていうか、そわそわするっていうか。本当ならもっと威張ってふんぞり返っていても良いのだぞ。何しろそなたはゲール帝国最大の敵にして、世界にその名が轟く20世紀の神秘、エイルシュタットの白き魔女なのだからな。自分じゃそんなの全然わかんないですよ。この前のはみんなビアンカさんたちのおかげだし。本当に無茶しおって。だが助かったのは確かだな。撮られた写真はとても凛々しく写っておったぞ。まさに鉄槌を下す魔女だ。姫様の意地悪。すまんすまん。ベアル峠の進軍を阻止され、ゲールも一旦出直し状態になっている。それにブリタニア周辺でいろいろ動きがあるらしくてな。連中の目もしばらくは北に向いていよう。束の間の安らぎかもしれぬが、ゲールに侵攻されて以来こんな日が来るとは思ってもいなかった。これもそなたのおかげだ、イゼッタ。姫様、今日は私もゆっくりできる。何かしたいことや行きたいところはないか？え、いいんですか？うん。では、ぜひやっていただきたいことがございます。それでは行きますよ。せーの、えい。耐えるのだ、イゼッタ。美は苦しみの向こうにあります。まだいけるはず。さあ、息を吐いて。今やこれだけウエストを締めれば姫様のドレスも入るでしょう。姫様はコルセットなしで着られるんですよね。気にしないでいいわよ。フィーネ様はとてもスレンダーでいらっしゃるから。エルビラさん、大変です。胸のところが閉まりません。このドレス、フィーネ様には少し余り気味だったのに。フィーネ様、はあ、国の圧倒的物量を前に、貧しい小国が勝利する方法が本当にあるのか。かくなる上は、今日のところはこれで参りましょう。イゼッタさんにはこれよりエイルシュタットの魔女としてふさわしい宿女としての作法を身につけてもらいます。でも私、自信がなくて当然ですから、こうしてレッスンしようというのです。男性役はビアンカさん、お願いします。私はその警備の任務がありますし、ダンスはあまり。では仕方ありません。ハンス様かジークを呼びましょうか。
男性役には手本としてフィーネ様とも踊っていただこうかと思ってましたのよ。ぜひ私にやらせてください。ではまず基本から。私がリードするから任せるつもりでついてきてくれ。いいな。はい。アイツバイフライアイ。様でした、イゼッタ様。あ、すみません、私まで同じテーブルに。良いのだ、練習を手伝わせたしな。午後はもうガンとして羽を伸ばさせてもらうから、そなたも付き合ってくれ。恐れ入ります、いい香り。残り少ない輸入品だ。本当は焼き菓子やパイと合わせると最高なのだが、あいにく砂糖も配給制にせざるを得ないこのご時世だからな。あ、それでしたら明日までお待ちいただければご用意できると思います。今日の午後、キルシュバームが久々にパイを売り出すそうなんです。何？キルシュバームだと？はい、ロッテがお使いを見つかりました。頑張って並んできます。なんと。しかしあの店、しばらくパイはやらぬと聞いていたが。その予定だったんですけど、先日お砂糖が手に入ったので特別にと。何？どこから砂糖が？お忘れですか、フィーネ様。先日フィーネ様ご自身がご即位と戦勝祝いに宮殿の備蓄を放出なさったではありませんか。そうだった。ではあのパイがまた食べられるのか。キルシュがこれでもかと詰められ、その濃厚な酸味がじっくりと甘く煮詰められたジャムとの絶妙なハーモニーを織りなす。特に店で食す焼きたては絶品で、さくりと軽やかにキルシュを包み込むパイ側のスタッカートがもうまさに天井の調べのごとし。あ、という噂だ、あくまで。本当に美味しそう。行ったことあるんですか？バカを言うな。私が言っては店が迷惑だろう。警備の者も困るし、そんな非常識なことはできん。姫様、私に何かしたいことがないかっておっしゃってましたよね。おう。じゃあお願いがあります。ヨナス・ガレア一等兵、それがこの写真の持ち主か。ああ。記者を装って接触してみてくれ。人となりが知りたい。了解した。急いでくれ。報酬はいつものように。どうぞ。クエンツが来てたわね。またあの男を使うの？この絵にはさせられない仕事もあるからね。ジーク、この戦いに禁じてはないよ。僕らはこの20世紀の戦争によりにもよって魔女を持ち込んだんだ。年端のいかない少女を伝説の救世主に仕立ててね。それは他の手段がないからで。その通り、他に手段はない。だから僕はどんなことをしてでもこの細い糸を手繰り寄せ、この国を守る。たとえ卑怯と罵られようと、何を犠牲にしようともね。ここは初めてですか？ああ、噂以上だな。この定率技術交渉には
帝国の軍事予算の 4% がつぎ込まれていますからね。我がゲールが優位に戦争を進められているのは、陛下があらゆる技術研究に投資を惜しまなかったことが大きいですから。確かにな。ここです、第8設計局。少佐は設計局長に挨拶に行ってます。なるほど、特務は設計局とも仲良しってわけだ。先端技術の実験や他国の技術を獲得してくるのも我々の仕事ですからね。要はスパイやらの汚れ仕事全般と、あとはわけのわからんオカルトを追いかけるのもか。そうですね。そして今はあなたもその一員です。少尉、お前さん確か貴族のボンボンだよな。それがなんで特務みたいな裏側の部署にいるんだ。確かに、いずれ父が死ねば僕は爵位を継がねばならないでしょうが、でもそんなものなくとも自力で出世してみせますよ、ベルクマン少佐のように。我がいってのはいいな。バカにしてます。いや、本気で感心してるんだよ。その調子で頑張ってくれ、少尉。で、俺に見せたいものってのは。これです。こいつは。どうぞご覧ください。おお、プロペラ4子に逆があるってか。おい、飛ぶのかこいつ。まったく、どっちが子供だよ。弱点あるはずなんです。魔女には明確な弱点が。実務屋の考えそうなことだな。で、私に何をしろと。陛下の命令書がある以上、私はお前に逆らえん。望みを言うがいい。では第9設計局、工房への立ち入りを許可してください。ヴェアル峠の詳細を知るにつけ、いろいろと違和感が大きくなりましてね。手がかりはどんなものでも欲しいし、工房の研究者たちの話も聞きたい。それに私の印象では、陛下もあなたたちもおとぎ話でしかないはずの魔女の存在に最初からかなりの確信を持っていた。できればその理由も合わせてね。ついてこい。この工房は陛下のお気に入りの遊び場だ。言うまでもないが、見たこと聞いたことは全て他言無用。いいな。もちろんです。まだ死にたくないのでね。お待たせいたしました。キルシュのパイです。並んだ甲斐があったというものだろう。焼きたてはこの香りもごちそうだからな。こちらはいつバレるかヒヤヒヤでしたが、我々の変装は完璧だ。さあ、冷めないうちにいただくぞ。はい。ほんとおいしい。さくらんぼの酸っぱさと甘さとサクサクで、バターの香りもすごいです。これはもう至福だ。今日もご満足いただけましたか、フィーネ様。いつもごひいきにしていただきありがとうございます。いや、その、私は一階の町娘で。いつもは黙っておりましたが、今日ばかりはお礼とお祝いを言わせてくださいまし。だから私は無駄です。フィーネ様がよくお城を抜け出してここにいらしていたことは、店のご主人たちも我らこの絵も把握していたことですので。な、ではずっとバレていたというのか。申し訳ありません。その、いつもフィーネ様があまりにも楽しそうでいらっしゃるので、我々もついそのお姿に見とれてしまい。ユーダー
フィーネ様？姫様？嘘。フィーネ様。ああ、突然のことで驚いたと思う。私は皆と同じようにこの店のパイが大好きで、ついつい忍んできてしまったのだ。俺もです。私も。そして久しぶりに食べたパイはやはりうまかった。そなたも気に入ったろ？はい、とっても美味しかったです。そして思ったのだ、一日も早くまたこのパイが毎日食べられるようにしなければとな。まだしばらくは皆に苦労をかけるかもしれぬ。だが約束しよう、私はこのイゼッタと共にいつか必ずそんな毎日を取り戻してみせると。私に？本当にいいの？ありがとう、イゼッタ様。私こそありがとう。ありがとう、ありがとう。イゼッタ。大騒ぎだったようですね。面目ない、私の不徳の致すところで。責めているわけではありませんよ。大公になってもおてんばで民に親しむフィーネ様のイメージが保たれたのは悪いことではありませんしね。そうか。ただし今後はお控えください。わかった。はい。それでこちらが本題なのですが、私をブリタニアに派遣していただけないでしょうか。ブリタニアだと？来週ゲールと敵対する同盟国家軍と亡命政府の主犯が集まる会議が開催される予定なのです。最近帝国が北に目を向けていることへの対応と、何よりこの戦争に突如現れた魔女という存在について話し合いが持たれると。アトランタ合衆国も出席するとのことで、これこそ我々が求めていたチャンスなんです。説得次第で同盟各国に大陸への再出兵を促すことができるかもしれない。待て、ジーク。その会議、皆が知りたいのはイゼッタの力なのではないのか？ならば私とイゼッタが行く。フィーネ様！はい。どうだみんな、それがこちらの本気を示す最善の方法だろ。それで緊急なんだな。ああ、例の一等兵の部隊にゲールの工作員が紛れ込んでる。ビアンカ落ち着け。どうしたジーク？いえ、ではお二人に出向いていただきますが、ジーク殿、渡航ルートは精査させていただきます。本当に大丈夫なのか？はい、海まで抜けるルートは昔おばあちゃんと行ったことがあるので。ではモンテフェリペに抜けたら現地の随行員と合流だ。頼むぞ。地中海に出たら船と飛行機を乗り継いでの長旅だ。苦労をかけるな。姫様、私この国の人たちが大好きです。守りたいです。うん、守ります、みんなを。何ですか軍曹、話って？あの日水汲みに行ってからお前はずっと上の空だ。タイのみんなが気にしている。話してみないか。俺たちは同じ部隊の仲間だ。秘密は守るし、物によっては共有していた方が役に立つこともある。軍曹、そのありがとうございます。でも俺もうちょっと考えてみます。ん？いいから言えよ軍曹。 Yeah.
動脈を撃ち抜いて放っておけば10分と持たないぞ。さあ吐け、お前が知ったという魔女の秘密を。どうしてこんな。もう一度言う、吐け。誰が。ヨナス、貴様には妹が2人、弟が1人。今俺の仲間がすぐ近くに潜んでる。わかるな。俺が聞いたのはイゼッタさんは。ヨナス一等兵か。そうです。ヨナス、君に聞きたいことがある。君は国を守るためなら何でもできるか。もちろんです。ありがとう。すまない。守るんだ、絶対。どんなことをしても。